られし闇を語る者、闇に見入られられ鬼となる。これは僕が小学生の頃ですね、祖母に連れられて、よく、その除霊の現場に行くことが多かったんですけども、祖母はですね、私にこのユタをどうしても継がせたかったんですが、地域のそのユタの、にもいろいろあると思うんですけども、女性しかそのユタにはなっちゃいけないっていうルールでですね、その小学校ぐらいの頃までちょっと私女の子の格好をさせられたりしていたんですけども、どうしても継がせたかったのか、よく現場に連れて行かれた時にですね、その除霊してる様をこうよく見ることが多かったんですけども、結構えげつないものだったりするんです。なんで僕もちょっと幼いながらに行くの嫌でですね、どうしてもこうその現場に行くのを嫌でちょっと避けたりしてたんですけども、たまたまその日どうしても面倒を僕と、僕弟がいるんですけど、弟の2人のこう子供の面倒を見るのがどうしてもうちの祖母しかいなくてですね、その弟を連れて一緒に現場に行った時のお話なんですけども、そこではその亡くなった方の声を代弁するという、儀式が行われていてですね、そこに、住まわれていた方の、霊を自分の体に取り込んでその声を代弁するという、お仕事だったんですけども、その地域がですね、いわゆる娼婦の方が住んでいた、地域でですね、今回その、代弁をされるのもその娼婦だった方のお声を聞いてほしいという、お仕事だったんですね。で、いろんな儀式をやっているんですが、その儀式で体の中にその方を取り込んだ時にですね、僕なんかやっぱすごくその現場が怖かったので、そのご自宅の、庭で弟と二人で遊んでたんですけども、扉なんかは結構こう締め切った状態ではあるんですが、こうガラス越しにこのうちの祖母が見えたりするんですよね。でその時に取り込んだ時にですね、なかなかかなりの強い念の持ちの方だったのか、相当こう現場が荒れていてですね、すごい大きい声でですね、あんま安産会が、あんま安産会がっていうね、方言を喋ってたんですよ。なんて言ってるかっていうと、あんまっていうのはお母さんっていう意味で、安産会がっていうのはどこに行くのっていう意味なんですけども、これは私の推測なんですが、自分のその体の中に取り込んだ娼婦の方が自分のお母さんがどこに行くのっていうのを探してるみたいな、多分そんな光景だったような気がするんですけど、それをですね、ずっと祖母が体の中に取り込んだ瞬間にずっと叫んでいてですね、もうすごく怖くなって、なるべくもう近寄らないようにしてたんですけども、うまいことその後は儀式が進んだようでですね、代弁もし終わって、じゃあありがとうございましたと言ってそのお家を出たんですね。でしばらくその祖母にこうやって手を連れられてこうやって歩いてるとですね、同じ、よくいつも一緒にいる家族なんですけども、この手を触れた瞬間に違和感に気づいたんですね。何かちょっといつもと違うなっていう、それは手の握り方なのか、そのたまたま祖母の手がちょっと冷えていたのか暖かかったのかわからないんですが、違和感っていうものだけはあってですね、なんか気味が悪いなと思いながらずっとその手を引っ張られていたんですけども、その祖母がですね、いきなりですね、こう僕の方をポッと見て、で僕もこう何気なくこの祖母の顔をバッと見上げたんですけども、ニコッと笑ってですね、残骸がって言ったんですよ僕に。でもえっと思ったんですけど、その時にもう祖母の形をしてるんですけど祖母じゃない感覚っていうのをもうバンと覚えてですね、怖いと思ったんですけど逃げれなくて体が固まって、でずっとその祖母に手をつかまれたまんま、でその家路を進んでいくような形だったんですけども、僕も半泣き状態でずっと泣きながら、この祖母に連れられて、祖母はずっとボソ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 残骸が残骸がって言ってるんですね。
でそのまま、家に着いた途端に僕の手を離して自分の部屋にこうずっと進んでいって、そのままこもり出したんですよ、部屋の中に。でその部屋の中に僕は行けなかったので、怖くてずっとこう玄関でガタ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 震えてたんですけども、そしたらちょうど母親が帰ってきてですね、あれってどうしたのって言ったら、まあこうこうこういう理由で今ばあちゃんがそこの部屋に入り込んじゃったんだよねって話してたら、あちょっとこれはまずいかもしれないねって言って、うちの母親がこうその祖母の部屋に向かって行って、その部屋をガッと開けた瞬間に遠くからギャーっていうその母親の声が聞こえて、で僕も怖くなってその現場見れなかったんですけども、まあ、その祖母はどういう状況だったかっていうと、真っ白に顔をおしろいで塗って真っ赤な口紅につけて着物姿でその部屋をぐる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 徘徊してたらしいんですね。まあこれもいわゆる祖母の除霊の失敗談ではあるんですけども、まあそれがあってからか、その祖母はちょっと様子が若干おかしくなってですね、まあ夜な夜な徘徊をしたりだとか、いろいろするようなことになっていって、まあそこからもうほぼほぼユタの仕事をすることがそんなに多くなくなった、まあ時期だったんですね。まあ除霊というかいろんなものがあるんですけども、そのまあユタにもいろんなランクもあったりするんですが、うちの祖母なんかは中のお芸ぐらいの多分まあユタだったので、まあなかなか強力なものに出会ったなっていうお話でございました。